歴史街道チャンネルへようこそ。案内人の西野です。今回は奈良県橿原市の宇佐町から飛鳥村にかけて歩きます。宇佐町は大佐観音を中心に発達した古い町で、今でも細い路地が縦横に走り、そこかしこに古い町並みが残る歴史的景観が維持されています。おふさ観音の門前町として発展したこの町は、吉野薬間の方面への旅人とおふさ観音の参拝者が押しかけたことで、街道筋は大いににぎわいました。街道を歩くと、蔵造りや袖壁のある商家、長い板塀のある旧家など、古民家がぎっしり並んでいます。橿原市から南下して、すぐお隣の飛鳥村へやってきました。ここは飛鳥村の中でも、飛鳥寺を中心に発展した、やはり門前町です。この辺りも写真や絵画で紹介される、美しい町並みが残り、黒瓦葺きに下見板張りの塀が続きます。この遺跡は、水落ち遺跡といって、古代の水時計であるという。ただこの日マラソン大会があるということで、あちこちで交通規制されていて、のんびりしているとここから出られなくなってしまいかねない。
最後までご覧いただき、感謝申し上げます。もしよかったら、いいね、くださいね。